今日5月3日は語呂合わせでゴミの日です。これに合わせおよそ1万2000人が各地で一斉にゴミ拾いを行いました。ゴミの日に環境について考えてもらおうと始まったこのプロジェクトは4年前から始まりました。今年は去年のおよそ5倍にあたる全国195箇所でゴミ拾いが行われたほか、初めて世界に活動エリアを広げました。参加人数はおよそ1万2000人。新宿駅前では環境保全に関心を持つ若い人たちがゴミ拾いへの参加を熱心に呼びかけていました。タバコの吸い殻とペットボトルがやっぱり一番多いと思いました。すごい思った以上に多いですね。普段歩いててもやっぱあんま気づかないんで、捨てるのもたまるの早いけど拾い始めたらなくなるのも早いんかなとは思いますね。参加者は拾い集めたゴミを分別しながらゴミの多さを実感しているようでした。主催者側はこのゴミ拾いの様子をホームページ上で公開し、参加者を増やしていきたいとしています。